こんにちは、おはようございます。あのね、デーポンとユキノンがイベント中なので、あれにさせてもらいます。投票欲しいためのためです。そう、最終日なのでね、今日レイポンとウキちゃんのイベントの最終日なので、星集めのため、星貯めるためにかな、いてに投票モードです。まだもう投げてきた。お、あの多分まだやると思うので、皆さんここで星を貯めておいて、レイポンとウキのに星貯める。そうですね、あのレポンとユキノのために星を集めて、それで投げてください。レポンとユキノにお願いします。はい、ここではね、星がを投げない、集めてもらって、どういうボールも出す、あ、そうしますか。ちょっと 1,2 しかないのでもうちょっと出しましょう。もう全部はい、25まで出しました。皆さんよろしくお願いします。ボルガフ、そう、25まで増やしました。全部カラフルね、めっちゃいろんな色がある。キュキのキスね、そうですね。はい、レポンとユキのね、入ってほしいので、25バージョン、めっちゃいろんな、めっちゃカラフルやね。28番でも25までしかないんですよね、すごいよ。星の選択肢あるの初めて。星、これあれかな、普通に星になっちゃったのかな。お部屋に15色用意したいの、助かる、ありがとうございます。今回も投票、何回も投票し直したらずっと逃げる。確かにめっちゃずっとカラフルの状態になるね。絶対投げた色がここにある、知らんけど、知らんのかい。カラフルになりますね、いっぱい。すごい色になってきてる。水色かわいいね。全部投げたくなっちゃう。全部投げましょう。1から25。確か10個ずつですよね、あれ全部。面白い。確かに。好きな色ありえますか、皆さん。いろんな色ありましたよね、これ。みんな配信中ボタンポチポチしてないと初めて聞くじゃん。そうなの。そうですね、自分も確かにポチポチしてる。初めてだったから多分だけど、ちょっとまた明日もやるので。でもね、ちょっと今はユキノンとレイポンのためにね、集めてください。スーパーボールスカみたいな。確かにいろんな色あるね。22が好き。22って何色や。みやみや、まあいいよ。よし、投げれんの。そうなんです。欲しいなった、これ、あ、これだけか、これだけって欲しいなっちゃうんや。20好き。20灰色か。ああ、20って何色なんやろ。見えへんな、かぶってる。
私は14の色が好きですね。白がないのかな。確かに白ないね。私は黒が大好きなので8。8黒なんよ。へえ。全部投げといた。ありがとうございます。確かにないよ。そうですね。白ないんよ。ありそう。あ、でも白見にくくなるからかな。真ん中が白やから。12が一番綺麗。12 12どれ。13は見えた。あかん、かぶっちゃうか見えないね。14か17に水色っぽい。好きかな。20。あー確かに7も水色だね。水色多いね。あゆちゃんのまだ何色の服着てる。あゆは黒が一番多いかも。黒ばっか着てる。着てるじゃん。はい、21のピンクがかわいい。21どこや。かぶって見えないね。白がない。白がない。悲しい。画面に映ってる方が白く透き通ってます。方が肩がどっちやろ。20が白だと思った。20あと20に色の濃さ違う。あ、そうかも。水色ですね、多分どっちも。灰色好きだけど汗とか目立つから黒め。うん、確かにね。これはね、普通に可愛いのが多いので黒ですね。でも色は見てる画面によって見え方が違ってしまうので。え、そうなの。20ぐらい。20灰色ですね。昨日レポの橋でくれたの。あ、ありがとうございます。そう、こよちゃんの次に私が出ました。大丈夫。赤は赤は白にしよう。一つの文章で二つのダジャレあるね。ほうちゃんにおっしゃってあげてください。ほのぴーに。さすがくみちゃん美味しい。くみちゃん大好き。でもキーホルダーとかは紫のくるみちゃんが好きですね。たまに黒服が多いとか豆ちゃんといいじゃん。あ、豆ちゃんお揃いです、色が。これ何もってなる。でも黒とか白とかが多いですね。ズボンも黒が多い。スカートとかズボンとか。さゆきちゃんもクロミちゃん好きで。そうなんだ、一緒だね。おはよう。おはよう、はい、エネルギーホルダープレゼントできなくてないと。え、そうなん。初めて知った。何が良くて何がわかんないやろか。今日は9時までします。はい、多分レイポンチ機能が今日どっかで配信すると思うので、今のこれで星を集めて、星を貯めておいてレイポンチ機能にいっぱい投げてください。カウントもお願いします。うちの PC では15と25が同じ色に見えるけど15打ち取りされてるから。くしょ。15と25。あ、あゆみも同じだね、これは。あゆみも15と25同じ色に見えるわ。あ、ただちょっと15が濃いかな。主役はズボンですか。ズボンですね、大体ズボンです。ズボンの方がスカートあんま持ってない。ズボンかワンピースか。
それとも次は9時30分からかな。あ、そうなんですか。じゃあ9時まで私やるので、はい、お願いします。もう次9時半からのお時間やね。はい、皆さんお願いしますゆきのも9時半からなのかな、ぷきちゃん。今お酒来たけど、これ好きなのあげればいいかな。うん、何でもいいです全部投げてくれてもいいです、好きな色だけなので。色覚は正常かな。2と17、2どこ2と17は多分水色ですよね。青か、青でした。私は2が見えない。見ないかな。17しか見えない。少しだけでも行きたい。ありがとうございます。漫画のワンピース面白い。漫画のワンピースね。あのね、アプリ持ってるんで、ちょっとだけ、なんか、その、漫画っていうか、アプリ？そう、あの、ワンピースの漫画が見れるアプリがあるんですよ。それで、あの、何々編とかを選べて、私は和の国と、はじめの方のやつも見てました。漫画だとね、色付きなんですよ、そのアプリなので。ちゅるんの中に出てほしい、出てください。じゃあ私たちがね、選べないので、もうマジ運ですかようなきゆきくんたち、あ、ありがとうございます。12は夜だね多分12もマナミン出るので、私の黄色の衣装が若田のやつになります。この前この前はあのマナミンがね、若田もじゃ短かったんで自分の着てたんですけど、そしたらあのマナミンの形の衣装がめっちゃ増えちゃうので、私が若田のを着て、マナミンは自分のを着ることになりました。ふきちゃんも9時半からなので、ぜひぜひ、はい、皆さん、あの2人とも9時半らしいので、あのお星投げとお願いします。カウントもお願いします。昨日初めてあやみちゃんが TikTok しましたせた、あ、いいね、ありがとうございます。いて引っかかっちゃった。みんなに言っとったっけ休憩のスタンプ方で、あ、ありがとうございます。え、あれですよね、 LINE スタンプですよね。ありがとうございますレポンのギフトの身は髪がかかっているので、ゴールドに余裕がある方は投げてください。皆さんお願いしますそれあるの買い方、そう、あのね、あのジャンプするたびにここがヒラヒラになって面白かったきのかけが嘘だったね。そう、めっちゃ美味しかった。あれなんか 2つのあみや、なんかね、普通のかき氷ってかき氷に1つのシロップだけじゃないですか。でもあそこの店のやつはなんかかき氷っていうか、かき氷なんですけど2つのシロップだから3つのシロップがかかってたり、中にミルクシロップとか入ってたり、上のムースがかかってたりしてるんですよ。なんかメインシロップとその下とか中の方にあるシロップと分かれてて、めっちゃ、はい、美味しかったです。裏話、そう、衣装裏話、イエーイ前は10月誕生日なのでメッセージカードなんて10月の声は平日ね。おお、あ、そっか、それ頑張って
休憩だといいね誕生日の日半々で相掛けみたいな感じ。うん、そうです。車でないと行きにくいよね。あ、かき氷ですか。車で行きました。かき氷の店が一番近く、全然遠いですね。どこら辺やったっけ鶴橋の近くですね、うん、あのその鶴橋のお店いっぱいあるとこのなんかロボットみたいな声になったんだけど今なんかね鶴橋のなんか韓国のさお店とかいっぱいあるとこの近くなんですよ。6分ぐらい、結構家からは遠かったです。家じゃないわ、劇場だ劇場からは多分結構遠いですね今年の目標、今月でした。今年じゃないです、今月の目標はあやみちゃんに触れないもん、でもこと佐藤氏って思うんで、ね、了解です。佐藤氏、あ、だから3104なのね。どうすか、そうなんだ。和食佐藤半額よりおいしい。え、かき氷めっちゃ美味しかったですよ。市販のシロップは全部同じ味、あ、らしいですね。目つむって食べたら同じ味に感じるらしいですね。香味料、香味料って何、匂いとあれ色で、はい、これは宇治、宇治洗ってる宇治金時なんだこれ初めて聞いた。火曜日の公演会を楽しみ、あ、ありがとうございます。寺田町かな、から左か右、東です。わからない、どこなのか見知らへんのよ車に乗って連れてってもらったから。通話者は駅に着いた時から駅の空の匂い、それそうなんですか。駅、あのね、駅にちょっと離れたとこです。なんか、なんやろ、商店街みたいなとこ、商店街じゃないな、なんやウジキンの時はもうちょっとあずき、合ってる読み方めっちゃあずきでも前見た、あんま食べたことない。あんこはあります。でも抹茶のかき氷はこの前あれ多分赤福のやつ食べました。鶴橋ってブックオフの中に書いてある、すごいな。え、そうなの、鶴橋なら劇場が近くない。え、でも10-20分ぐらいかな。あ、でも近い、近いか、近いのか分からへん20分ってどうなる。今日なんか、え、いいな、いいな、いいな、行きたかった野田さんのコンサート行くんだ、いいな。あの絶対当たらなさそうなのにすごい。え、あれってあれですよね、なんかコンサートみたいな感じですよね、 NNB の抽選。今鶴橋は難波から電車1本で行けるから公園前後に行ける。おー、すごい失せた赤福のかき氷一旦あれ美味しいね、わかる、めっちゃ美味しかった。用事があるので一緒に飲みます、ありがとうございました。あ、10月の次にラビ活しました。おー、君はね、ラビ活2回目です。この前アガモカさんとエイピッツァに行きましたボレジャムだけ頼んでますありがとうございます。え、25個で1つ10個で250個、あらすごいあ、赤福の白餅黒餅が最高です。え、何それ、初めて聞いた。あやめがいた時はなかったよ多分。鶴
橋すっかりコロナ以降は行ってないけど、そうなんですよ。でもね、結構人多かったです。昨日平日だったんで。ただそんな進めないとかではなかった。まあ普通に道は空いてるけど多いかな。聞いといた。いいな。いいな。うん、行きたい。エピツァー隣のラーメンが西山が合わせてる。あー、なんか見た見た、なんか見たよ、ラーメン屋さん。なんか美味しそうやなみたいな話したわ、ママと。白餅黒餅はレアな赤。え、そうなんや。めったにないのかな。あの私がいた時は普通の赤福と赤福氷とほうじ茶かながありました、はい、え、赤福氷って夏限定とかなんですかね。キヨでは昔食べる。キヨと食べたことあります。あの公園、まだ NNB になる前に公園前に結構食べに行ってました。公園後とかね、あのチーズチャーハンが好き。それはね、な、混ぜそばが、あ、混ぜそばがある時期にも行ってて、もその時混ぜそば結構食べてました。DMM は HKT だけ入って、めちゃめちゃめね、 NNB もはやかけた中入ってみてください。え、あれですよね、世代交代戦役公演だけじゃなくて他のやつも見れますよね、確か。よろしくお願いします。はい。赤福氷は夏限定のはず。あ、やっぱ夏限定。冬になると赤福ぜんざい。ぜんざい、そう。TikTok の負けがめっちゃ可愛かった。ああ、あれですか。ありがとうございます。はい。巻きました、巻きましたというか巻いてもらいました。チーズチャーハンとか出てほしいね。で、しかもね、とあのバーナーで炙ってるんですよ。チャーハン乗っけて、チーズ乗っけて、バーナーでブワーって炙って、だからちょっと焦げがついてるんですけど、それもまた美味しいんですよね。チーズチャーハンにまたそばつやな。そうかな。チス事件にまだ出ないな。わからん、行かれへんと思ってるかもしれへん。電車とかほんまに乗ったことないから、なかったからね、行かれへんと思ってるのかもしれへん、まだ子供やし。でもおはよう、みたんです。おはようございます。調べたら鶴橋の駅なんかブックオフ4年前に減って、え、めちゃ前じゃん。あゆみがまだ小2、小3とかの時。今度大阪に行った時行ってみます。食べてみてください、美味しいですよ。宮谷のチーズ時期はリアル初めての時。もうやばい、ちょっと目変わるかもしれへんな、リアル初めての扱いか。新しい企画か、宮谷の。でもアミアヤのなんか欲しいですね。頑張ります。それ今日は髪立たせないので。そうですね。今日は特に用事ないので。リアル初めてのお使いとしい、ね、楽しそう。初めてじゃないけど全然。あ、そろそろ誕生のないと。はい、こうやって何順、これ投票モードってことはさ、入った順やんな多分。え、じゃあ誕生日もなくていいのかな。多分あれですよね、入った順なのでやらなくていいですよね。
6時から少ない早い人はじゃん。ああ確かに。あでもあゆみすぐに投票モードにしました。開始してちょってなので今日はやまないですね、はい、多分初めから投票モードなんで大丈夫ですね。多分まあ入った順なんでこの男女今日はいいですね。じゃあまだあと5分あります。よかった。どこだ。うん、うん、今日は SKE さんの握手会だけやる気が。え、SKE さんってどこや。あ、名古屋らへんか。愛知か。さ、さかあらがい。だから遠くない。え、そこまで行くんですか。ダメ山先輩のお使い行くとか。あ、確かに毎回ゲストで一人先輩さん。読んで早く来てきたら少し投げていただんじゃなくて。そうですね。じゃあ、多分星投げる時間ないぐらいあみは高速に投票できたと信じて。急に劇場行く。あ、ありがとうございます。あ、いつもの ANB シアターまで。あいつ、あいつかと。ありがとうございます。西山の国、千葉は大洪水。え、今ですか。東京、千葉今洪水を着てるんですか。洪水合ってる読み方。名古屋だけど分かる。ああ、私たちがやるとこだ。東京か。じゃあ、え、都内分かりました。千葉、東京か。昨日か昨日。来週はそういうことみちゃん出るんかな。来週は10何日、6かな。12は出ますね。名古屋駅から南部は実は電車一本できる。上特急早いじゃん。じゃあゆかみちゃん巻かれそうなんですよ。この前はどこだったっけ。東京のどっか。近鉄すごい。近鉄あれか、下の下、地上、地下鉄、近鉄か。16時、あーちゃんまだメンバー出てないよ。うん、そっか、まだか。この前横浜、あ、そうや、この前東京じゃないわ、横浜だ。神奈川か。じゃあ地上地下鉄系です。パシフィコ横浜、そうそうです。で大阪はあそこどこやったっけ、忘れてた。今回はあ、みんな何話そうとしたんやったっけ。あ、そう、え、てか16、18ってどっちも昼夜じゃない。多分18がさ敬老の日で休みな気がする。ATC ホール、え、大阪が ATC ホールか。わ、9時だ。では18休み、そう、ってことはってことは16も18も出るメンバーは昼夜明ける、昼夜になるってことですか。やば。
12までに喉が治りますように。明日何時から？そうですね、学校なんで7時ですね、はい、7時からです。明日も7時からなのでよろしくお願いします。明日はもう投票モードじゃないですね、イベントはあるので、はい、ではちょっと、そうですね、あんまり歌わないでおきます歌ったり喋ったりしないように。12日に治りますようにだね、本当に。3連休の4校やば、え、やば、え、やばやばいやばい、はい、では9時半からレイポンとプキちゃんがするらしいので、皆さん星投げとカウントお願いします。はい、でははい明日の、あ、本当だ、最後の星投げですね明日。あー、ではまた明日よろしくお願いします。7時からですね。ありがとうございました。バイバイ。